伊勢神宮下空渡良家行昌平六年、勘能二年は、伊勢神宮の下空の神官で、伊勢神道の大聖者。没年は、昌平十七年、常時元年という説もある。渡良有行の子で、村松を生徒し、はじめ、行家と言ったが、ネギ昇格に際して改名した。特次元年度営業中の死没による欠員でネギに、昇格し、以後類心して、広告二年。 略王四年一ネギとなり、南朝から十三味に除せられ、昭平四年、上は五年に職を知りた。伊勢神道の下空の神官として、内空より下空を優位とする伊勢神道を唱えて、仏っより神が上位であることと、下空信仰を主張した。家行は、学者、士官としてのみならず、県務の申請挫折後の南北朝の動乱で、南朝方の北畠地下ふさを支援し、 南伊勢地区の軍事的活動にも停心した。五代醐天皇の吉野先行に尽力したほか、その深刻思想は北畠近房の思想に大きく影響し、近房の死とされ、また他の南朝方にも影響を与えた。家行の著作の中では、特に類寿人義本源が後世の神道に大きな影響を与えた。ABC 全国歴史教育研究協議会、 日本史 b o 5 0 a 兵器山川出版社改訂版 ISBN 9兆7846億3401万3025ありがとうございます